はい、こんにちは、斉藤です。今日はですね、普通のセンターパート飽きたかと思いませんか？飽きますよね。なんかね、結構やってるとなんかセンターパート系のスタイルって1個とか2個しかパターンがなくて、リバースにするかフォワードにするか下ろすかみたいな感じになってしまっているので、今日は飽きた方向けのスタイルを紹介しようと思います。2つ。まず1個目、耳をかけて前髪をシースルーにするっていうスタイルなんですけど、それをする時のポイントが今いくつかありますのでご紹介します。まずこの時に耳にこうかけるんですね。その時に結構ここの耳にかける時にこれがすぐ戻ってきちゃったりする方いるじゃないですか。あ、すぐこうマスクあるから戻ってきちゃうって方は、この状態で上にワックスをつけるかバームをつけるかスプレーをつけるかをしてください。そうするとここがしっかり固まってくれて、この時にオイルとかだとすぐ戻ってきちゃうので、ここはしっかりかけてあげてください。こうやってそうしたら、だいたいここの残す幅すごい難しいと思うんですけど、だいたい自分の指をここの2本出してもらってピースを作って、ピースをくっつけます。ピースをくっつけて2本分ぐらいの幅を残すようなイメージで僕はやってるんですけど、で2本残します。そうすると残ったところが出てくるので、そこをちょっと半分ずつ取ってください。でアイロンを取ってもらったら、この時にまっすぐ折れちゃうだけだとあんまりこうデザインとしてかっこよくないので、ちょっとこの、まあ、髪の毛を前に持ってきてもらって、そのままアイロンを後ろにこう入れるだけで、入れたものはこうやって流しておきます。こういう状態ですね。でこっち見てください。こっちまっすぐ何もしない状態で、こっちアイロンが入れた状態で、アイロンを入れてさっきよりも動きが出るからこそ髪の毛がたばたばしくならないでシースルーっぽくなってくれるんですね。それをもう一回こっちに内側に寄せて、こっちに後ろに流してもらうと、こういう感じでシースルーなデザインができました。でこの時にもう一個ポイントがあって、よいしょ、この時にこの根元もしっかりこう一回立ち上げてあげてください。でよいしょ、こうやって作っていくんですけど、こうやってまず細めにデザインしておきます。で細めに作る意味っていうのは、これって初めに太いやつをなんかこうやって作っちゃった状態でやると取り返しがつかなくなっちゃうんですね。太いやつをまたこっちに指にかけると太いところがミヨンと跳ねちゃったりするので、徐々に細くして細い状態で指2本分から作っていって、自分が合うなって思うぐらいの束をどんどん徐々に増やしていくイメージでやっていくといいと思います。で今こうやって2本作りましたと。でそうしたらちょっと少ないなと思ったら、次まだ指1本分ぐらいを落としてもらって、あ、このくらいだったらちょっといいかな、ちょっと増えてきてデザインとしきれいかなって思ったら、どんどん自分の中で幅を増やしていく。そうすると人によってこの顔の骨格も違うので、どのくらいやったらいいのかっていうのが自分じゃないとわからないんですね。だからこうやってやった時に、あ、このくらいのバランスがちょうどいいなって感じでやっていくといいと思います。だから初めは指2本分からスタートしてください。僕はだいたい指2本分から3本分ぐらいの束を取るとちょうどこうデザインとしてかっこいいデザインになるので、だいたい指2本分から3本分にして、ここだけちょっとシースルーにします。でそしたらこれ、僕はこうですね、こういう洗い流さないトリートメントみたいなものを、まあオイルでも、この癖がある方はオイルでもいいんですけど、まあオイルとかミルク系のものを少しこの根元からつけちゃうと根元からシースルーだとかっこよくないので、中間ぐらいからこうオイルだったりトリートメントをつけてあげて、こう質感をこうコントロールしてあげます。そうするとこの時にポイントがあって、根元からつけてない、根元から割れないんですけど、中間毛先でこの感じでシースルーっぽくできるので覚えておくといいと思います。そうするといつもとは違うセンターパートなんだけど、いつもとは違うちょっと女性らしいようなデザインがこうやって作ることができるので覚えておいてください。あとはこれを両方やってもらえるだけで簡単にできるので、やってみましょう。じゃあ次もう一回復習としてこっち一緒にやってみましょう。今日は曇っているのでライティングをしてます。まずここ指に、まずは指2本分ぐらいの髪の毛を落としますと、こう指2本分の髪の毛を落としてください。でそれを半分ごとに後ろに、こっち難しいんですけど、アイロンってこう難しいんですね。特に利き手の方って後ろに流すとき難しいので、どっちかなんですけど、手をもうほらって上に上げてください。でそのまま手を持ったままアイロンを両手で持って後ろに流すと、後ろに流れ方すごいやりやすいと思います。はい。
ます。で、こっちも同様に、ほらってやります。で、僕の場合はもう1本ぐらい、指1本、指3本がちょうどいいので、3本分をほらって入れていきます。そうすると、あらあらちょうどいい。で、その後にもう一回復習として、ここ、立ち上げて、ボリュームをアップしていきます。そうすると、こっちも同様に動きが出て、普通のセンターパーツとは違う、こういう、シースルーなデザインができますので、覚えておくといいと思います。で、さっきの復習、これも、オイルも中間から、ちょっと、オイルミルク系のものをなじませます。そうしたら中間毛先の方まで根元からつけずにこれでつけてあげてください。中間毛先までつけてあげる。で、耳をかけるところはオイルとかバームの硬いやつ、ここをバームとかでちょっと持って押さえてあげるとちょうどいいかなっていう。特にマスクとかするとすぐ髪の毛ここ落ちてきちゃうと思うんで、初めの段階でこうやって固めちゃうと出てこないと思うのでいいかなと思います。あとは結構美容師さんに耳かけるので、耳の後ろの両感軽めにしといてくださいって伝えると、結構、耳かけした時にやりやすい髪型作ってくるので、覚えておくとグッドかと思います。はい。では、ポイントの復習。まずは耳かける幅を自分で設定する。で、ちゃんとアイロンを入れる。根元もアイロンを入れる。で、オイルとかワックスとかをつける範囲は中間から毛先。で、耳の後ろのところをしっかり固めておくっていうのが、こういう韓国系の立ち上がって耳掛けのシースルースタイルのはかなりおすすめなので、普通のセンターパートに飽きた方とかは挑戦してみるといいかなと思います。なんかこうやってやった時になんか決めてるっていうよりかはちょっとこう気だるい感じでやる感じがすごく今っぽくてかっこいいのかなと思うのでやってみてください。で、まあ他のアレンジとしてはなんかこうカラーワックスとかも売ってるので、ちょっとカラーワックスとかを使ってもらってセンターパートの毛先にちょっとつけてあげてコームでスルーしてあげる。僕持ってるのはこの 5Eason の水のコラボのブラウン系のやつなんですけど、まあ、こういうのを毛先につけておいてあげて見てもかっこいいのかなと思います。あとは普段オイルだったらちょっとオイルにバームとか混ぜてあげて、いつもと違った質感とかでちょっと遊びを加えてあげてもかっこいいのかなと思うのでやってみてくださいってな感じで、今日はいつもと違ったセンターパートのアレンジっていうのをご紹介させていただきました。意外とこういう感じで少しやるだけでもだいぶ、そうなんですよ、だからこういう感じで少しちょっとアレンジ加えるだけでも横から見た時のシルエットがすごい綺麗だったりとか、いつもと違った感じが表現できるので面白いのかなと思いますので、ぜひ試してみてください。はい、今日も動画のご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録高評価お待ちしてます。では今日も一日楽しみましょう。では。